はい、ワールドオブファイナルファンタジー続きからやっていきたいと思います。前回がですね、ティファに会って終わりましたね。はい、そのボスはね、なかなか北に町があるって言ってたっけ。そうね、あれすぐそこにも町が見えるね。ゾワワ、なんかゾワッとしたのです。理由はわからないけど気持ち悪い町なのです。すごい、めっちゃ FF7 テンション上がりますね。これはこっちじゃないの？違うっぽいですよ。向こうが出てるからね。誰かいる。こんにちは。てか、あの町すごくね。戦闘で混乱すると思う。はい、くれた、ありがとうございます。あそこにティファさんがいるのかな。いや、すごいすごい。あ、いいねいいね。でもこれニブルヘイムなの？ニブルヘイムではなくない？町の名前、町の名前。第11幕、赤の予言と青の予言。ニブルヘイムなのこれ、本当に。ちょっと待って。ここは鎖が見えないな。じゃあコーネリアと一緒で連邦に加盟してないってことね。だな。てかコーネリって、もしかしてもう忘れたとか。また会えたね。でいいんだよね。あ、すごいパンチの。はい、また会いましたね、ティファさん。こんにちは、ナノです。こんにちは。ねえ、聞いていい？ミラージュを連れたオービトさんは何をしにこのエリアに来たの？あ、そっか、まだ話してなかったね。よかった。戻ってからもしかしたらバームート軍の悪い人たちを助けちゃったかなって思って。そういえば、よくバハムート軍と間違われるのってなんでだろう。そりゃ、ミラージュを使うオービトなんか大きな軍にしかいないってことじゃない？うん、今はオービトの、それもミラージュ使いなんて言ったらバハムート軍ぐらいしかいないと思う。昔オービトが住んでいたエリアもとっくにバハムート軍のものだって話だし。マジか。でもね、最近はみんな予言の話をしてるから、そこに書かれてる丘からの大人も有名だよ。うん、何にしても有名なのね。それで、炎の谷に行きたいんだっけ？今のところ、手がかりはそれしかないから。炎の谷か。名前はみんなが知ってても、それがどこを指すのか誰も知らない場所。どういう意味だ？炎に包まれてる谷自体はこのエリアにいっぱいあるの。でもその中で予言が示す谷がどれなのかは誰も知らないってこと。あ、そうだ、ちょうどそれを調べてる召喚士が町に滞在してるの。会ってみる？うわ、ちょっと待って、召喚士ってあれやん、リディア。おお。てか、そうそう、ここでね、ちょっとあのゲームケースをいじりたくて、なんかここでできるらしいですね、あの変身か。え？あったあった、変身か変身か。サンダガイ。サンダガイにしちゃう？しちゃおうかな。あ、もう何？好き放題できるんだ。もうその、なんていうの、条件というか、なんていうの、その、チョコボもついにね、M になれるんよね。でもちょっと微妙かな。チョコボは今のままでもいい気がするような気もするな。だって、L がさ、いかんせん少ないので、この子とか L なれん？ないもんな。そうよね。L になれる人なんていないもんね。
悲しいけど。一応ね、ベヒーモスがもうちょっとレベルさえ上がればなれるのよ。そこまでちょっと我慢しようかなって。待ってよ。じゃ、これで、コカトリスよりもこれで強くなったんじゃないかなと思うよね。コカトリスいいんだけど、サンダガイ連れてきたくない。めっちゃ下がる。力めっちゃ、イケメンなのにな。魔力でもめっちゃ上がるね。魔力だけか。力下がりすぎるのもちょっと良くないですよね。やっぱ通常攻撃大好きなんで。そうだね。このまま行きます。まあしょうがないよな。よいしょ。この人たちがその丘からの大人よ。もうそれでいいです。はじめまして、私召喚師のリディア。まさかあなたたち悪い人なんじゃ。へえ、ミラージュを普通に連れてたり、やっぱり同じ召喚師だからユーナと少し雰囲気が似てるな。え、ユーナ姉様の知り合いなの？少し前上の大陸で会ったの。その時にいろいろ教えてもらったよ。ここに来るきっかけを作ってくれたのはユーナなのです。じゃあやっぱり悪い人じゃないのかも。よしよし、この二人ユーナ姉様の知り合いなんだって。だから大丈夫だよ、とりあえずね。ユーナってそんなすごいの？ねえ。それであなたたち予言に書かれている4つの鍵を探してるの？まあそのうちの一つが炎の谷にあるって聞いてここまでね。でもその話って赤の予言でのことよ。赤の予言？もしかして予言にも種類があるの？そうよ、もともと予言って言ったら青の予言を指してたの。その中だと4つの鍵は4つの印って書かれて、すごく抽象的なもので。青の予言は異端なり。な、何よ突然。青は異端、赤こそが聖典であります。はぁ、あなたも召喚師であるならクリスタルの塔への導きを求めなさい。赤の予言に記されています。ミラージュを連れし選ばれし者、4つの鍵を手に入れたり、そしてクリスタルの塔より天に昇り、神より永遠を授かれり。導きの道が見えているのなら鍵は見つかるでしょう。赤の予言に従い進みなさい。え、怖っ。何、宗教団体？怖っ。まあほんと最近ああいうのが増えてきた。ほんと多いよね。暴力とか犯罪とは無縁なんだけど、ちょっと怖いよね。大体青の予言は召喚師の神祖様が残した予言書よ。その後にできた赤の方がただのバッタものだよ、バッタもの。でも今はみんなそっちを信じてるから。そうなのよね。だから私もそれを調べに来たんだけど、そういえばあなたたちはなんで予言の鍵を探してるの？それは。ルース様があなたたちの母親と同じ名前だから、見つかりバハムート軍の居城を。そっか、もしあなたたちが予言の大人なら予言の通りに進めばそれが目的地かもってこと？ええ、まあそもそも私たちミラージュを集めて前に進めば家族に会えるってある人に言われて。何にしても私もその予言の真偽を調べている身として、炎の谷には一緒に行った方が良さそうね。というか一緒に行ってくれるとちょっと助かるし。助かる？ううん、こっちの話。じゃあ行きましょう。行きましょうって、炎の谷の場所わかるの？もう調べはついたわ。
炎の谷の場所はバブイル7番目の谷、セブンスバレーよ。待って、セブンスバレーって。じゃあそのなんとかかんとかに向かおうぜ。ついに一文字も覚えないの？もしそこのお方や、頼みたいことがあるんじゃが、孫の誕生日にプレゼントをしたいんじゃが、竜の鱗を探してきてくれんか。できればいくつかあるとありがたいんじゃが、お願いできんかの。おお、引き受けてくれますか。ありがたや。達成しました。やった、はい、できたよ。孫の喜ぶ顔が見られます。お礼と言ってはなんじゃが、これを受け取ってくれんかね。なんでそんなもの欲しがってるの、だいたい孫は。この宝箱いただけないのかしら。いただけたわ。え、行くよ。じゃあ、なんか光ってない？気のせい。これミツバチの館あるじゃん、行こう。兄ちゃんもしかして大人かい？へえ、しかも。さよなら。え、でも炎行くならさ、水系の技とか氷系が使えた方がいいんじゃないの？いなくない？うちに今いなくない？そんな水とかが使える子って。電気でしょ？そうだよね、いないわ。風でしょ。まあ、いっか。なんとかなるでしょう。雑だな。セブンスバレーはここから東側にあるみたいな。まあ、ついてきてる。嬉しい。東側？なんか強い敵とかいいのかな。それは嫌だよね。リディアに任す。リディアでも戦ってくれるわけじゃないからな。ついてくるだけだもんね。特にね、回復をしてくれるわけでもないだろうし。うわ、イフリートとかいそう。いかにもじゃない。だってセブンスバレー。うわー、あやー、とても暑いのです。確かに炎の谷って感じね。どうしたの？なんでもないわ。行きましょう。何、お腹でも空いたのかしらね。マジで暑い。なのです、なのです、神道滅却。うわ、無理かも。無理無理、神道滅却なんてね、あれね、嘘よ。こっちはアイテムか。あれさ、思うんだけど、上からマグマを降ってきたら終わりだよね。死だよ、死。そこには死しか待ってないよ。さあ、行くぞ。え、何この子。え、気になる。ちょっと待って、ダイブラ。コリガン。睡眠状態にしてみよう。終わったよね。睡眠状態なんか絶対できないもん。風系か、まあいらないかな。バイバイ。もうね、ポケモンみたいにね、ポケモンでも私ほら全部集めたりはしないからね。そういうことですよ。起きて。よっしゃ。ベビーモスが23とかになれば大きくなれるのよ。だから早くなってほしいですね。そうよ、もう死よ死。なんでこんな暑いのにくしゃみすんのよ。
ん？重さ4、炎属性耐性50。炎属性耐性、そんなある子いる？マイナスはいるけど耐性はいなくね。ちょっと待って、やべやべやべ。炎属性耐性、おお、一人でいけるやん。強っ。どうなるの？どういう原理なん？ね、どういう原理なんこれは。不思議だわ。おいやー、ボムだー。ちょっとボムは欲しいかもしれない。炎属性攻撃してみよう。タイニーボム、あ、いける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 。これ簡単ですよ。うん、とりあえず1体倒します。で、ケール遅い動き、ファイヤー、やった。え、一発。いや、ボムは嬉しい。なんか FF って感じするよね。ね、安直だけどね、うん、FF 界隈ではおなじみです。そうなんだよね。ボムは連れてきたいな。ボムって最終何になるんだっけ。もっとでかいボムになるだけってイメージなんだけど。ツインヘッドなんかいらない。はい、やったね。ボムは普通に本当に嬉しい。さあ行くぞ。ここもやんなきゃいけないのか。重さが5で、この後もう簡単なのよね。はい、1人だけ下でなんか荒ぶってる。すごい荒ぶってる。リディアは冷静なのにね。穴子いたら余計熱いよね。よいしょ。鳥は今のところは順調ですよ。リディアが終わった。え、待って、ここアイテムだけもしかしてっぽいですね。結構やっぱダンジョンがね、迷いますよねって。強っ。二人とも本気すぎる。うん。あれかな、来てない方向あったもんな。そっち行けばいいのかな。内側じゃない？はい。てかもう知らないやついないのかな？うん。え、なに？毒？最低よ、ほんと。それこそさ、ポケモンの不思議な目みたいなのがあればさ、もう今すぐにでもレベル上げるんだけどね。ベビーもそうね。あ、この子のやつを取りに行ってあげたのか、今。はい。先に行ったってことね。分かってなかったけど、よかった。なんか得した気分。うん。何？死んだ。冷え冷えなんて使える子いない。これでも絶対向こう行かなきゃいけないのかな。最悪。冷
冷え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 いた、そんな子でもいたとしてもさ、レベル上げないと無理よね。うわ、いたかな。ここの中にいてくれたらいいんだけどね。まあ、いるわけないよね。冷えとはもう無関係な子しかいないもんね。ちょっと見に行きましょう。冷え冷えね、うん、冷え冷えか。氷のとこでさ、一応捕まえた子いたよね。でもどうだったかな、あまり記憶にないのよね。冷え冷え、誰捨てますそうだよね、誰か捨てなきゃいけないもんね。ちょっとあなたバイバイ。冷え冷え、この子、あ、この子だ、絶対そう。どうする、これで覚えませんって言われたら。ほら、やっぱりあった、冷え冷え、やっぱそういうことか。行きます。くそ、やっぱ私の言ってたのは正しかったですね。なんか水とかそういう系連れてった方がいいんじゃないっていう。くそ、あれだよね、このダンジョン走るとき走るの、まあ、弱いですね。正味弱いですね、もうね、敵がね。こういうこと言ってるとボス戦で大体苦労するんだよね。ヒーヒー出すから、ボス戦で。あ、間違えた、ここ上だった。なんか B ダッシュとかあったらいいのにね。よいしょ。で、こうね。よっしゃ、実力通り。だからあれですね、お金が貯まってきましたね、だいぶね。買い物を全くしないから。はい、えらいよペンギンちゃん、ありがとうね、感謝感激。何あれ、治安やばくないこれ、何これ、何を知らないアイテムね。ハイエーテル。え、待って、これだけ、ここ。じゃあ別に今じゃなくてもよく、まあでもエーテルってありがたいですよね。そうだよね。ポップに捉えよう。エーテルを手に入れたの、私は。うん。おっしゃ、んで、外回りか。外回りに、ぐるっと。まあさすがにまだですよね。だって今まだ一面だけだもんね。お？何これ？ちょっと炎が大きすぎて今いるミラージュじゃ消せなさそう。いやー！あ、上。あ、どうしたの？ぼっとしてる場合じゃないって。こんなところで一人にできないよ。まあそうだ。追いかけないとやばいな。ああ、もうこういう時ね、単独行動する子っていうのは何かしら不幸に合うんだから。まったく。リディア、向こうの方に行ったよね。どこだ。なんか光ってるものがあるんだけど。ボカボカ？ごめん、ボカボカいたありがたや、ありがたや。何の意味があるの、でもここに来て。ん、あんまり意味がわからないけど、ここを通れるようにした。うん、
何今の。うわ、なんか来たぞ、知らないの。とりあえず倒しますね。倒れないだと。ちょっと強いかも。どうしようかな。角。死のくちばし。ダメか。普通に叩いた方が早いな。はい。なんで外すの。やばいじゃない、ちょっと。待って、 S の覚えてた。 S な、おお、知らなかった。S の覚えてることを知らなかった。私、待って、間違えた。シェル状態にしてみよう。待って、でもプロテス、あ、覚えた子いたけど別の連れてきてない子だ。そう、あ、おっと、シェルいけます。アビリティシェル、はい、なんだと、この野郎、誰これ、はい、戦っちゃった。カウンター、 OK、 いいバトルだったな。この子は何？この子はちょっといらないかな。連れていかない。だって色地でしょ、これ。ちょっと色地系はね、そんなに。ここはアイテムがあるわ。はい。ありがとうねー。なんか賞味さ、見づらくない？宝箱は色同化しちゃってさ、なんかいるな絶対。ちょい待ち、待って、ポーション買ってこればよかった。バカ、私とてもバカ。なんで買ってこなかったんだろうね。ハイポしかないけど、いける？あれでもなんか思った敵と違う。なんかこの程度なら別に。オッケー。大丈夫大丈夫。カウンターが仕事をしない。グラグラしてる、グラグラしてる。いいぞ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 。異常事態で頭の振り方ね、面白。まあ数が多いだけで弱かったですね。9000もいただけてありがたい。場所が連邦に侵略された時、火事になった家に取り残されて、その時から
私。そんな怖いのにここに来たのか。あなたたちを案内しなきゃならなかったし、私だっていつまでも。でもやっぱりダメ。炎を前にしたら私。でもリディアはすごいよ。そうだね、さっきのミラージュの炎、私たちじゃ消せなかったもの。おお、あれを一発で消しちまったんだから、怖い炎なんかもうあんな感じでみんな吹っ飛ばしちゃえばいいんじゃね。吹っ飛ばしちゃえって、時と場合によるし、言い方が乱暴すぎて適当。マジで？マジで。じゃあ炎なんか吹き飛ばせばいいんじゃありませんこと。どうしたら女性っぽくすればいいって発想になるのよ。それもなんでお嬢様風？キモいのです。変なの。え、今の変なの？変どころか異常。常識を疑うのです。ガーン。じゃあ行きましょう。ダメだよ。そうそう、無理する必要ないって。後でちゃんと報告するからよ。でもさっきの炎の壁はどうするの？それは、じゃあ、あの炎を消したらニブルヘイムで待たせてもらうわ。それでいいかな？ああ、もちのろん。大丈夫？うん、行こう。何事もね、無理は良くないわよって。あーでもまあそっか、とりあえずセーブがねないからね、あれちょっとやっちゃわないといけないですね。まあうちな、ちょっと合理系的なもう子は誰もいないですからね。ね、なんかいる。なにあれ、コカトリスの偽物がいる。コカトリスの偽物が、ちょっと待ってよ、とりあえずボムからね、消去ね、はい、でボム消去ね、ボムボム。とりあえずケアル、何やってんのもこんなん最悪。ライブラ毒状態にしてみよう。今だ、最悪なんだけど。毒はもう運だもんな、入ったらいいねぐらいの。あ、終わっちゃった。勝利だね。ただ経験値めっちゃ美味しい。まあ別に無理して捕まえる必要もないですよね、うん、こんなとこありました？なんか私違う方来てない？そうだよね、ここもなんか知らない、なんもない。あ、違う、ある。見えないのよ。え、どっち、どっちから来たの？え？おっしゃ、これくらいならね。ちょっとこれ、これはでも壊したところで本当に何もなさそうな気がするから、こっちだ。こっちですね。さてさて、消してくれこれを。大丈夫か？リディア、
みっちゃん。に戻るね。ごめんね。いや、ここまでありがとな。またなのです。あ、タマだけにまた。あ、タマだけにまたなのです。なのです。アホどもは気にしないで。気をつけてね、リリア。本当にありがとう。うん、私こそ。じゃあまた。絶対リリアが戦った方が強いと思うのよね。みっちゃんすごかったもん。二人とも頑張るのです。いや、タマも人事じゃないからね。そうだそうだ。セーブがある。ってことはここが、さすがにこれっていかにもすぎて、ある意味当たりよね。はいはい、まあ引き返し。ってことはここでボスね。なるほどね。何？多くないですか？今できるだけね、ほらセフィロスとか呼んでもいいんだけどさ、貯めたいからさ。おら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 、カウンターカウンター、出ない。置けないっす。いい、ダメージは気にしない。どうせさ、回復できるからさ。これもうちょいもうちょい。よかったー。ということでですね、今回は一旦この辺で終わりまして、次回ですね、はいはい、まあ引き返しませんけど、ちょっとボス戦に挑もうかなと思います。まあ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 、まあ、なんとかなるでしょうと。やはりリア来てくれた方が絶対よかったよね。はい、ということでここで終わりたいと思います。バイバイ。